俺たちのジャパンへようこそ。2015年インドのムンバイとアーメダバードを結ぶ高速鉄道案件を日本が受注しました。さすが技術大国日本と言いたいところですが、実は受注に至るまでには関係者の並々ならぬ努力があったのです。今回はインドの高速鉄道計画を受注するまでの展開や海外で称賛される日本の鉄道技術について紹介します。2015年の首脳会談でインドの高速鉄道案件において日本の新幹線方式を採用することが決まりました。日本が請け負ったのはインド最大の都市ムンバイと工業都市アーメダバードを結ぶ約500キロのルート。最高速度は時速320キロで、所要時間は現在の約8時間から2時間程度へ大幅に短縮される予定です。国を挙げての壮大な高速鉄道計画の一翼を日本が担うことになったのはとても光栄なことですよね。日本の鉄道の海外展開と聞いてインドネシアの一件を思い出す人もいるのではないでしょうか。インドネシアの高速鉄道案件は日本が受注確実と言われていました。しかし低コストと早期完成をアピールする中国に土壇場でさらわれてしまったのです。中国には日本案を丸パクリした疑惑もあり、日本としては納得のいかない形で終わってしまいました。インドの高速鉄道案件においても日本には強力なライバルがいました。それはフランスです。韓国の高速鉄道 KTX の開発をめぐって日本は一度フランスに敗北を喫しています。技術流出防止の観点やコスト面から日本は海外からの受注において他の国に遅れを取ってしまうことが多々あるのです。インドの案件も当初はフランスの方が先行していました。高速鉄道の事業者の選定では事業化調査を担当するコンサルタントの発言力が鍵を握っているそう。この国にはどのような鉄道システムがふさわしいか、線路の敷設ルートや運賃水準をどうするか、計画の根幹部分を決めるのが事業化調査なのです。2009年に予備段階の事業化調査を実施した時、それを請け負ったのはフランスの鉄道コンサルタントシストラでした。つまりそのままフランスに依頼するのが自然な流れと言えるでしょう。しかし日本は諦めませんでした。インド初の高速鉄道計画はどの国にとっても自国の技術をアピールするまたとない機会だからです。それではどうやって日本は受注をゲットしたのでしょうか。日本が武器として使ったのは資金調達スキーム、9800億ルピー、日本円にして約1兆8000億円に及ぶ事業費の約8割を日本は円借款による低利融資で提供することをアピールしました。鉄道以外にも様々なインフラ整備に力を入れているインドにとって低金利の資金援助を受けられるのは非常に魅力的でした。それでも最大の武器はやはり日本の新幹線方式の安全性です。日本の高速鉄道は在来線の線路とは異なる専用の線路を走ります。日本では当たり前の光景ですよね。しかしフランスの高速鉄道 TGV は専用線路から在来線に乗り入れる形式をとっています。この形式には新たに敷く線路が短くて済むというメリットがあります。一方でダイヤ管理や乗り入れに難があり、一つ間違えると通常の電車と高速鉄道の衝突もあり得るのです。専用の線路を走る日本の新幹線方式の方が安全なのは言うまでもありません。そしてインドにとって安全な鉄道は喉から手が出るほど欲しいもの。実はインドは鉄道大国でありながら鉄道事故大国でもあります。インドの鉄道といえば車両に入りきらない乗客がぶら下がっていたり屋根に乗ったりしている映像を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。現在でもこのような状況が十分改善されているとは言えません。鉄道事故も後を絶たず、死亡事故さえ日常茶飯事。日本では考えられないことですが乗客の落下が原因の事故が多発しているのです。
大都市ムンバイではなんと1日7から8人が鉄道事故で亡くなっているそう。大きな事故としては2016年11月における脱線事故があります。ウッタルプラデーシュ州で線路の整備不良により急行列車が脱線し120人以上が死亡しました。こういった背景からインドのモディ首相は鉄道インフラの近代化を政策として掲げているのです。しかし事業化調査をすでに実施したフランスから案件を勝ち取るのは簡単なことではありません。そこで日本は政府の外交担当者だけではなく実際に高速鉄道に携わる実務者に向けて新幹線の魅力をアピールすることにしたのです。2011年12月、インド鉄道省の幹部12人を招き新幹線の運行指令センターや車両メーカーの工場などの視察ツアーが行われました。 JR 東日本の新幹線車両基地では整備中の新幹線を披露。1ヶ月に検査する車両の数やモーターの牽引力など実務者ならではの質問にも丁寧に対応し、その魅力を余すところなく伝えました。こうした草の根運動が実を結び、2013年から始まる本格的な事業化調査は日本の担当となり、2015年に首脳会談で合意がなされたのです。インドの高速鉄道は2023年の開業を予定していました。しかし残念ながら現在土地収用の遅れから開業は延期に。その融資を見るのは少し先になりそうですが、とても楽しみですね。スピードと安全性を両立させた日本の高速鉄道はインド以外の国でも歓迎されています。日本の鉄道技術の初輸出となったのは台湾高速鉄道です。東海道山陽新幹線700系をベースに設計変更した 700T が台湾の大都市を結ぶ線路を走っています。従来の列車では4時間かかるところをなんと90分で移動可能に。現地の人たちのライフスタイルを一変させたのです。またイギリスは日立製作所の車両をいくつも導入しています。最も有名なのはジャベリンでしょう。日本メーカーがヨーロッパの鉄道車両を受注したのはこれが初めてでした。ジャベリンはロンドンから A2 海峡トンネルの入り口があるフォークストンまでのスピードアップを目的として2009年から導入されました。2012年のロンドンオリンピックではメイン会場まで乗客を運ぶオリンピックジャベリンとしても活躍しています。ジャベリンほどメジャーではないものの日本ブランドへの信頼性を高めているのがサウスイースタン鉄道で使用される近郊型車両465系です。製造当初より安全性に問題を抱えていた465系の更新案件を日立製作所が受注。制御装置などの足回り一式を日立製のものに交換しました。すると以前までの不調が嘘のように465系の故障はほぼなくなったそう。2019年にはイギリスの首都ロンドンからスコットランドの首都エディンバラまでを結ぶ長距離列車アズマが開業。これも日立製作所が受注しました。お披露目時の車両にはひらがなで大きくアズマと書かれていました。日本製であることを大々的にアピールしてくれるのは日本人としては嬉しいですよね。アズマのような大規模な鉄道計画を任せてもらえたのもジャベリンや465系の実績があるからこそだと言えるでしょう。ジャベリンもアズマもお披露目された時には現地の人たちが感動の声を上げました。もちろん実際の運行後も好評で日本の鉄道技術への信頼はますます高まっています。少し話はそれますが、日本初の鉄道が開通したのはいつかご存知ですか？それは明治初期の1872年。もはや140年以上前の出来事なんです。当時の日本には鉄道車両を製造する技術はなく、使う車両はすべてイギリスから輸入したものでした。そのイギリスに今日本の車両を提供していると考えるとなんだか感慨深いですね。日立製作所はカナダのボンバルディア社とタッグを組み、イタリアの高速鉄道計画も受注しています。アメリカのテキサス高速鉄道計画にも
日本の新幹線方式が採用されることに。日本の技術力の象徴ともいえる高速鉄道が世界中に広がっていくと思うとワクワクします。一方、日本を蹴って中国を選んだインドネシアがその後どうなったかというと、中国の計画進行はずさんで、なんとスタート時点から書類不備で一時停止に。必要書類が未提出な上、提出された書類の多くはインドネシア語や英語ではなく中国語で記載されていたそう。肝心の建設許可が下りず、工事の出発にすらこぎつけられない時期があったのです。当然ですが、その後も土地収用の遅れや工事の延期など問題続き、日本より安い費用を売りにしたにもかかわらず、結果としてこれまでにかかったコストは予算を大幅に上回っています。現地の混乱は凄まじく、インドネシア政府が恥を忍んで日本への支援依頼を協議したこともあるほど、鉄道事業を日本に任せた国、任せなかった国、見事に明暗分かれる結果になっているようですね。インドはめちゃくちゃラッキーだな。日本の支援で世界最速の鉄道をゲットできるんだもの。他国に誇れる素晴らしい乗り物になるはずだ。俺がインド人に言えることはただ一つ、高速鉄道を建設するにあたって君たちは正しいパートナーを選んだってことだ。インドネシアは誤った選択をした。日本の新幹線は清潔で手入れが行き届いていた。まるで移動するホテルのようだったよ。乗客のマナーもいいしね。母国で走る姿を一度見てみたいよ。日本の高速鉄道を必要としているのはインドだけじゃない。政府がお金をケチったせいで、我が国には中国製の鉄道が来る予定だ。日本製の本当の価値にみんなもっと気づくべきだよ。今後の海外展開としてやはり楽しみなのはテキサス高速鉄道ですね。開業予定は2026年とまだ先ですが、すでに内装や座席の設備の情報は公開されています。高速 Wi-Fi を搭載しており、座席はゆったりとした2人掛け。座席と通路、足元のスペースは小型の飛行機より広く確保されているんだとか。飛行機よりも快適な旅ができると現地の人たちからは歓喜の声が上がっています。日本人からすれば、新幹線とはそういうものではなんて思ってしまう部分もあるのですが、ぜひ一度内装や完成予想図を見てみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。さて、今回は信じられないほどズーズーしいインドネシアから日本への要求について紹介します。インドネシアは現在大規模なインフラ開発を進めており、その規模はなんと50兆円。当然一国の財政では簡単には賄えない額ですよね。するとインドネシアはなんと日本へ援助を求めたのです。過去に日本を裏切ったにもかかわらず。詳しく見ていきましょう。2018年4月、日本経済新聞社などによる主催で日本インドネシア国交樹立60周年記念シンポジウムが開かれました。インドネシア側の代表はバスキ・ハディムルヨの公共事業国民住宅省。バスキ氏はシンポジウムの中で、インフラの整備で日本との連携をさらに強化したいと述べました。ジョコ政権が50兆円規模の大規模なインフラ開発を進める中、日本による資金・技術面の一段の支援に期待を示したのです。
バスキ氏は、東南アジアの中でインドネシアのインフラ整備は遅れてきた。インフラ開発の競争に勝つため、資金や人的資源が必要だ、と強調しています。しかし、50兆円を自国の財政のみで賄うことはできませんよね。そのため、バスキ氏は国家予算や円借款など海外からの資金支援について言及。さらに、民間資金を使う官民パートナーシップ方式など新しい手段で資金を調達していく、と述べました。バスキ氏はインドネシアと日本との関係について次のように述べています。インドネシアと日本はどちらも島国で、水害など災害の多さも共通している。これまでも日本の協力を受けて島と島を結ぶ橋梁や空港、砂防ダムなどが整備された、と。さらに日本の支援でダム建設に携わったインドネシアの人材がその経験を生かして様々な政府組織で活躍していることも紹介し、日本に対して感謝の気持ちを示しました。この言葉だけを聞けば日本とインドネシアの関係は友好そのもの。しかしこのバスキ氏の発言をよく思わない日本人もいるはずです。なぜ日本がお金を出さなきゃいけないの？と。もちろんインドネシアは資金援助を求めているものの、資金を返済しないとは言っていません。円借款は返済を前提とした資金援助なので、日本にとっても財政負担が小さく持続性のある支援手段です。それでも素直にはいどうぞとお金を渡せない過去が日本とインドネシアとの間にはあるのです。それはズバリ2015年から始まったジャカルタ・バンドン高速鉄道計画。これは首都ジャカルタと大都市バンドンとを結ぶ全長約140キロの高速鉄道計画です。日本と中国が受注を競い、不可解な経緯で中国が落札しました。日本は鉄道の安全性を前面に打ち出した建設計画を策定。さらにインドネシア政府による債務保証を求めました。万が一事業が失敗してもかかった費用の負担を求めたのです。これは事業を委託される側としては当然の要求でしょう。しかし日本とは対照的に、中国は債務保証も財政負担も求めず、短い工期での完成を前面に出しました。採算や安全性を度外視した戦法で対抗してきたのです。その結果、紆余曲折を経てインドネシア政府は最終的に中国への発注を決めました。中国の発注が決まった時、当時の菅義偉官房長官は、経緯については理解しがたい、極めて遺憾である、としてインドネシア政府への不信感をあらわにしています。さらに日本側が作成した環境への影響などをまとめた準備資料がインドネシア政府を通じて中国側に流れ、それを中国側が活用したという疑惑もありました。結果としてこの鉄道計画は日本とインドネシアの関係に大きな汚点を残したのです。日本は真面目にやったのに、インドネシアはズルをした中国を選んだ。日本側としてはそう感じてしまいますよね。しかし今、中国主導の高速鉄道計画は大きな問題を抱えています。これまでにも建設に関わる費用の肥大化や用地買収の遅れなどから観光時期が何度も延期されてきました。さらに中国の鉄道建設工事は周辺住民の住宅に影響を与えたり、水質汚染、大気汚染、洪水などの環境問題を引き起こしたりしています。そしてついに路線周辺の住民が国家人権委員会に訴えを出しました。中国の対応のひどさにインドネシア政府も恥を忍んで日本への支援依頼を協議したこともあります。日本側としてはそれ見たことかと言わんばかりの事態になっているのです。さらにもう一つ、インドネシアでは高速鉄道計画とは別に日本の協力のもと、ジャカルタとインドネシア第二の都市スラバヤを結ぶ在来鉄道の高速化計画も進んでいます。2017年にインドネシアが
この在来線の高速化計画への協力を日本に要請。日本の国際協力機構が調査を進め、在来線を改良して高速化する予定です。この改良により、現在は12時間かかるジャカルタ・スラバヤ間の移動時間を約半分の5時間半にすることが検討されています。中国の高速鉄道計画の例もあり、インドネシア国内外には日本に任せておけば安心というムードがありました。ところがそこにインドネシア政府は突如中国の参加を求めたのです。2021年1月、インドネシア政府は中国に対して資金面などでの参加を打診。インドネシア政府としては中国主体の高速鉄道計画の尻を叩きつつ、日本の協力のもと進めている高速化計画にも中国の財政的バックアップを促したい思惑があるようです。しかしここでもやはり日本としては素直にうんとは言えません。日中共同のインフラ開発には中国への技術流出のリスクがあるからです。日本の技術と中国の財政的支援、両方を一度に得られればラッキーだとインドネシア政府は思っているのかもしれません。しかし日本側としては何かにつけて中国に邪魔をされる形に。インドネシアへの不信感が高まるのは当然と言えるでしょう。確かにインドネシアは急成長目覚ましい国です。インドネシアは1945年の独立直後から多様性の中の統一を国是とする国づくりを進めてきました。そしてスカルノ・スハルト両大統領の強いリーダーシップのもと、成長、分配、安定を柱とした国家開発に着実に取り組んできました。日本も政府開発援助事業などを通じてそれを後押ししてきたのです。日本の支援は高速化計画だけではありません。インドネシア首都圏の有料道路のうちなんと6割は日本の援助により整備されています。さらに2004年のスマトラ島沖大地震、インド洋津波、2006年のジャワ島中部地震、2009年のパダン沖地震など大規模災害が起こった時には迅速かつ多様な支援を行っています。その甲斐もあってインドネシアは2000年代半ばから安定した経済社会発展を持続、2008年には G20 の仲間入りを果たしました。インドネシアは ASEAN の盟主として地域の平和と安定に貢献するとともに国際社会の課題解決に取り組む日本の心強いパートナーとなったのです。しかしこういった経緯があるにもかかわらず、高速鉄道計画での裏切り、その上で50兆円規模のインフラ開発への支援依頼、厚顔無恥にも程があると言わざるを得ません。お金を貸すのは信頼関係があるからこそですよね。今後の日本のインドネシア支援がどうなるか、私たちは厳しい目で見る必要があるでしょう。そんなに中国が好きなら全部中国に頼んでくれ。あまりに恩知らずな要求で恥ずかしくて見ていられない。頼まれたらすぐにお金を出してしまう日本政府の態度にも問題はあるとは思うけどね。まずは国民のためにお金を使ってほしい。中国の経済力と日本の技術力、両方を都合よく使おうとしているのが丸わかり。そりゃうまくいかないよ。中国が日本の足を引っ張るのは明らかだ。日本はインドネシアのためにたくさんのことをしてくれた。それを裏切る形がずっと続いていて、現地に住む者としてとても恥ずかしいよ。国家建設期の1960年代から現在に至るまで、日本はインドネシアを献身的に支援してきました。運輸、交通、電力、エネルギー、通信といった全国の基礎インフラの整備はもちろんのこと、人材育成にも力を注いできました。排水トンネルやダム、発電所の建設などが組み合わされた東ジャワのブランタス川流域開発事業では、40年にわたる協力で7000人もの人材が育成されたと言われています。日本の支援は
単に何かを作ってあげるだけではなく、現地の人を育てるものだったのです。インドネシアが高速鉄道計画を中国に任せたのは、人材育成の機会を逃すという意味でも痛手と言えるでしょう。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。インドネシア高速鉄道といえば、日本と中国が受注を争った末、不可解な経緯で中国案が採用されたいわくつきの鉄道です。インドネシアが日本案を中国に横流ししたなど、黒い噂が絶えません。そのため当時から、誠実な日本を裏切ったインドネシアは後悔するとネット上で盛んに言われていました。そしていよいよその予想が現実のものになってきたのです。今回は日本ではなく中国を選んだインドネシア高速鉄道の悲惨な現状をお伝えします。インドネシアの首都ジャカルタと大都市バンドンを結ぶ高速鉄道計画は、日本の新幹線方式の導入がほぼ確実だと言われていました。しかし最終的にはインドネシアの財政負担をゼロにするという破格の条件を出した中国が受注。この時中国側が提出した調査資料は日本側の資料とほぼ同じで、インドネシアの役人が横流しした情報を中国がそのまま提出してきたのではないかと言われています。日本が先行していたにもかかわらず、途中から参戦した中国にかっさらわれたのですから、インドネシア高速鉄道は日本にとっては苦々しい思いの残るプロジェクトといえます。中国への受注が決まったのは2015年9月。6年経った今、高速鉄道計画がどうなっているかというと、インドネシア鉄道関係者からは中国に騙されたという嘆きの声が上がっています。中国の受注は世界へ PR するための実績作りであり、実際の経営については考えられていないのではないかと言われているのです。インドネシア高速鉄道の悲惨な現状を詳しく見ていきましょう。当初、高速鉄道の操業開始は2019年を予定としていました。しかし、2021年現在、インドネシア高速鉄道は操業どころか今もなお工事中です。完成が遅れた分コストもかさみ、その総額は当初の予定価格を4割も上回るとされています。そもそもインドネシア高速鉄道は採算化が難しいプロジェクトでした。ジャカルタ・バンドン間の距離は 142km。 日本で言えば東京・静岡間にあたり、高速鉄道を走らせるには中途半端な距離でした。しかもジャカルタとバンドンの2都市間にはすでに既存路線が走っているのです。そのため高速鉄道を利用する人は限られ、十分な運賃収入が見込めません。工事の点ではバンドンは標高700メートルの高地にあるため、沿岸都市であるジャカルタとつなげるためには車両は大変な勾配を登らなければならないという問題がありました。必要となるトンネルは13箇所と多く、一部経路は人口集積地を通ることから、路線全体の4割弱が高架に、1割は地下に路線を建設しなければなりません。開業後の収入もあまり見込めない上、建設コストも並外れて高かったのです。そのため日本は
2012年に実施した事前調査において、建設費の半分は政府が出さなければ採算は取れないと結論を出しています。しかし中国は政府負担ゼロという甘い蜜でインドネシアを誘惑したのです。中国の主導で高速鉄道計画は2016年1月にスタート。しかし土地収用が思うように進まず、建設工事はなかなか始まりませんでした。そしていざ工事が進み始めると、周辺地域の環境への悪影響が問題となり、地元企業や住民からの苦情が続出。2020年初めには2週間の工事中止命令が出されたほどでした。そして追い打ちをかけるように2020年3月からは新型コロナウイルス感染症が流行、建設工事は一時中断されました。工期の遅れは大きな問題を生み出しています。それは深刻な予算オーバーです。高速鉄道計画のコストは契約締結当時は55億ドルとされていましたが、その翌年には61億ドルに膨れ上がりました。そして現在では75から80億ドルにまで達するだろうと言われています。新型コロナウイルス感染症という一部やむを得ない事情があったとはいえ、これほど大幅な予算オーバーが発生したのはやはり中国の見積もりが低すぎたからでしょう。高速鉄道計画の実施にあたっては、インドネシアと中国両国の出資による特別目的会社を設置していました。しかしこの予算オーバーはあまりにも大きく、一企業が負担できる額ではありません。そのため国営企業省が政府レベルの問題としてジョコ大統領の指示を仰いだところ、採算が取れるよう線路を延伸し、そのために日本の力を借りてはどうかという指示があったそう。そのため2020年7月、インドネシア側は日本との交渉に入りましたが、当然ながら日本はこれまでの経緯から後ろ向きの回答を返しています。もしインドネシア高速鉄道が無事に完成したとしても、問題は山積みです。高速鉄道はその後50年間事業として運営される予定です。したがってこの間に赤字が生じれば、それはどんどん積み重なっていきます。負担となるのは大幅に予算をオーバーした建設費の支払いだけではありません。鉄道は常に稼働していなければならないので、多額の減価償却費と維持管理費が必要となります。十分な運賃収入を見込めない以上、インドネシア高速鉄道の経営はかなり厳しいものになるでしょう。それではもし中国からの借金を返済できなかったら、インドネシアはどうなってしまうのでしょうか。高速鉄道計画における唯一の資産は鉄道そのものです。中国の銀行は真っ先に高速鉄道を差し押さえるでしょう。すると高速鉄道の所有権は中国側に移ることになります。しかし高速鉄道単体では採算が取れないのは当然中国も知っています。おそらく周辺地域での土地開発の権利も求めてくるでしょう。もしかしたらさらに原油や他の地下資源の採掘権など、鉄道の代わりに利益になるものを求めてくるかもしれません。インドネシアは高速鉄道以上の資産を中国に奪われてしまう可能性があります。借金返済の代わりに港や鉄道などを改修するというのは中国のよくあるパターンです。その大元をたどれば、2013年に習近平国家主席が提唱したプロジェクト一帯一路に行き着きます。その内容は、中国からヨーロッパを目指して西へと進みながら巨大な経済圏を構築しようとするもの。陸上ではユーラシア大陸を横断する鉄道網を整備する予定です。そのゴールは中部ヨーロッパまで続くと言われています。
この一帯一路に関して最近問題になっているのが債務の罠です。中国が一帯一路の沿線国に対して膨大な金額の融資を行い、インフラ整備を大々的に実施、借金を返せなくなった相手国政府に対して中国政府は強気の姿勢で出ることができます。国の大切な資産を奪うことも可能なのです。債務の罠の代表的な例がスリランカです。スリランカは中国から融資を受けてハンバントタ港を建設しました。約13億ドルとされる建設費の大半は中国からの融資で、当初は港を使う船の使用料で借金を返す予定でした。しかし港の利用数が伸びず資金回収に失敗。また最高 6.3% にも上る高金利は財政の苦しいスリランカにとっては非常に辛いものでした。結局スリランカは借金を返済する代わりにハンバントタ港の港湾運営権を中国企業に99年間引き渡すことになったのです。そして今インドネシア高速鉄道と同じ状況にあるのが中国ラオス高速鉄道です。中国ラオス鉄道は中国国境沿いのルアンナムター県ボーテンと首都ビエンチャンを結ぶ414km の単線鉄道です。国内に鉄道網を持たないラオスにとってはまさに悲願のプロジェクト。2021年内の開業に向けて国を挙げて取り組んでいるのですが、その期待に反して採算は非常に厳しくなると言われています。ラオスは GDP の6割に達する対外債務を抱えるなど、もともと厳しい財政状況にある国です。もし中国への借金を返せなければ大ダメージを負うのは間違いありません。経済力のある国が発展途上国を支援するといえば聞こえはいいものの、中国の融資にはリスクだらけ。もはや相手国が返せないことを前提にお金を貸していると言ってもいいでしょう。一方日本は採算性を見た上で実現可能な案を提出します。そのせいで中国に競り負けてしまうのはなんだか悔しいですね。しかしインドネシアが再度日本へ助けを求めたように、中国の悪質な融資とインフラ開発は日本の魅力を改めて確認する機会にもなるのではないでしょうか。我が国の政府は本当に奇妙だよ。日本は最初からいろいろと調査をしてくれていたのに、最終的には中国案の採用を決定してしまった。そして今になってまた日本の協力を希望しているなんて恥ずかしすぎる。もう一度日本を裏切るようなことをしたら、さすがの日本も怒っていいぞ。素晴らしい技術を踏みにじるなら、それ相応の報復は覚悟した方がいい。日本の新幹線の歴史を調べてごらん。50年以上運営しているのに、未だに死亡事故が起こっていない。その事実が日本の技術力の凄さを証明している。完成さえ危うい中国とは大違いだ。中国にはさっさと主導権を日本に譲ってもらって、残りは全て日本にお願いしたいところだ。技術面に関して日本には絶大な信頼を置いている。実はインドネシアではジャカルタ・バンドン間の高速鉄道計画とは別に、ジャカルタ・スラバヤ間を結ぶ在来鉄道の高速化計画も進んでいます。高速化計画は日本が受注し、現地民も歓迎していたのですが、現在インドネシアでは在来鉄道の高速化計画にも中国を関与させようという動きがあるようです。日本に依頼したプロジェクトではあるものの、中国の財政的バックアップも欲しいということなのでしょうが、高速鉄道計画の件もあり、なんだかインドネシアは日本を軽んじているように感じますよね。インドネシアと日本、中国の関係が今後どのように展開していくのか、
非常に気になります。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。私たち日本人が何気なく使っている新幹線、スピードが速く目的地まであっという間に到着し、乗車時の揺れも少ないというとても素晴らしい乗り物です。新幹線がある日常は私たちにとって自然なことなので、海外でどれだけ羨まれる存在かなんて考えたことのない人が多いのではないでしょうか。実は世界には新幹線と同等の高速鉄道が走っている国は多くないんです。それは発展途上の国だけでなく、先進国と呼ばれるアメリカなどの大国でもそうなんですよ。今回のエピソードは現在進行形でアメリカ人が待ち望んでいるカリフォルニア近郊を走る予定の高速鉄道のお話。日本の何倍もの国土を誇るアメリカでは、国内移動でも膨大な時間を要します。そのため高速鉄道導入は多くの人を喜ばせたのですが、ぜひ最後までご覧ください。僕はアメリカ人のトム。日々文句ばかりが募るけど、誰に言っても仕方ないから黙っていることがある。今日はその話をさせてほしいんだ。それはカリフォルニアや周辺のベイエリア、そして都市部ロサンゼルスを結ぶアメリカ切手の高速鉄道計画について。僕はこの計画をもう10年以上も楽しみにしている。だけどそれが現実となるのは遠そう。それどころか生きているうちに叶うのかも正直不安でしかない。だけど一度現実で叶うと思った夢をそう簡単に諦めることはできないんだ。アメリカ国内でも高速鉄道に乗って気軽に好きなところへ行ける。僕がそんな夢を抱いたのは2008年のこと。当時僕は中学生だった。その数年前に両親と日本旅行へ行き、そこで乗った新幹線のことが忘れられなかったんだ。それがなぜかって、まず見た目が見たこともないくらいスタイリッシュでかっこよかった。しかもかっこいいのは見た目だけでなく、内装も近代的で居心地がいい。席は大人でも足を伸ばせるくらい広々としていて、当時体の小さかった僕にとってはもっともっと自由に動ける奇跡のような空間だった。その前に乗った国際線の飛行機が狭かったのもあるだろうけど、新幹線とはなんて素晴らしい乗り物なんだと感動したよ。だけど新幹線が僕を驚かせたのはそれだけではなかった。車内にいると全くと言っていいほど揺れを感じない。飛行機でも自動車でもあんなに揺れを感じない乗り物なんて初めてだった。今自分が乗り物に乗ってものすごい速さで進んでいるなんて信じられないくらい。でも外を見れば景色はスピーディーに流れるし、地図上では遠く離れた場所にあっという間に到着している。そのことから確かに高速で動く乗り物なのだと理解できた。景色を見ながら食べた駅弁の味、楽しくてあっという間だった乗車時間、新幹線のすべてが10年経った今でも鮮明に思い出せるくらいだよ。そんな思い出がまだまだ新鮮だった2008年、僕の暮らすアメリカでも高速鉄道が走ると聞いて耳を疑った。まだ車を運転しない年齢でもこの国は車社会であるとわかるくらい鉄道が重要視されていないのは一目瞭然だから、まさかアメリカに高速鉄道ができるなんて
夢にも思っていなかったんだ。アメリカはその頃から高速鉄道に力を入れていた中国と契約し、プロジェクトは始まった。予定では現行で9時間かかる道のりをなんと2時間半まで短縮できるんだとか。3分の1以上の短縮ができると聞いてワクワクしないわけはなかった。時間がかかるから気軽に行けない場所へも友達と遊ぶ感覚で簡単に行ける。高速鉄道が通るだけで人々の生活は大きく変わることになるんだ。このニュースを聞いて完成を楽しみにしていたのはもちろん僕だけじゃない。家族も友人もたくさんの人がその日を待ち望んでいた。子供ながらに新しい希望を持って生きるというのは気持ちがいいななんて思ったくらいだよ。大きな工事になるだろうから実際に乗れるのはまだまだ先だと分かっていたけど、自分が大人になる頃自国で高速鉄道に乗れることを心から楽しみにしていた。だけどその願いはなかなか叶うことはなかった。それどころか何度も裏切られることになるなんて最初は思ってもいなかったんだ。まずカリフォルニア高速鉄道の計画は進まないどころかなかなか始まることすらしなかった。詳しいことはよくわからないけど、着工ももともと予定したものから大幅に遅れ、そうなると当然完成も遅れるわけで、それが数日数週間単位なら誰も不満は感じなかっただろう。大規模な工事なだけに計画通りいかないことは想定できるからだ。でもその遅れは年単位となり、一般市民にもわかるくらいカリフォルニア高速鉄道の計画はグダグダだった。あれは夢で終わるんじゃないか？みんなが口々にそう言うほどどんどん現実味が薄れていったのだ。結局遅れに遅れて2015年に工事が着工されたものの、とても順調といえる様子ではなく、2016年高速鉄道を待ち望んでいる僕たちアメリカ国民は最悪なニュースを聞くことになる。カリフォルニア高速鉄道について中国企業との共同を解消する。それは直接には高速鉄道計画の撤廃を意味してはいなかったけど、待ちくたびれた僕らを落胆させるには十分すぎた。アメリカが独自で高速鉄道を開発できるわけがない。どこか最先端の国と共同しなければ成し遂げられないのは誰が見てもわかるくらいだった。その協力者がいなくなってしまうのだから、つまり高速鉄道の話はなしになる。考えたくないけどそう考えざるを得ない状況だったのだ。とはいえ中国と契約を続けることに問題があるというのも分かってはいた。何でも工事が遅れているのは中国企業がアメリカ基準を満たした工事計画を立てられないからということらしい。僕はその辺に詳しくないけど、基準を満たせない不十分な鉄道に乗るのは不安が残るのは確かだ。アメリカはそういった今までの進捗状況や今後の計画遂行のことも考えてこの決断をしたのかもしれない。そうは思ったけど、やっぱりこうなってしまっては希望を持ち続けるのは難しかった。結局カリフォルニア高速鉄道はその時点で計画撤廃とはならなかった。その時点で工事を行っている路線に限定して完成を目指す、いわば計画縮小という形に。全くなくなってしまうよりは良かったけど、それでも正直すごく悲しかったよ。都市部とベイエリアをつなぐ大きな大きな高速鉄道が華々しく開通することを楽しみにしていたんだから。そんな頃僕は一人暮らしをするために部屋の整理をしていて、僕が新幹線に興味を持つきっかけとなった日本旅行のアルバムを目にした。そこで僕は思ったんだ。初めから中国ではなくて日本を選んでいたら。
中国の高速鉄道には乗ったことがないけど、日本の新幹線は本当に素晴らしかった。アメリカに高速鉄道を作ってくれるならどこの国でも歓迎だと思っていたけど、その考えは甘かったのかもしれない。僕がかつて憧れた新幹線を作った日本だったら、僕らの期待を裏切らず素晴らしい高速鉄道を作ってくれていたのかな。考えても仕方ないのは分かっているけど、そう思わずにはいられなかった。少しインターネットで調べてみると、中国が受注された工事を大幅遅延させるのはどうやら今回のことだけではないらしい。工事を進めるのに難しい工程があるのかもしれないけど、それにしたって約束を守るというのは子供でも教わることだ。こんなにたびたび破っているのではどんどん信頼性が失われていくんじゃないかと思ったよ。もともとアメリカがなぜ中国企業と共同したのかはわからないけど、相手を選び間違えたということなんだろうか。だって同じように日本について調べてみても、大幅な遅れに関する情報なんてそうそうなかったから、初めから日本を選んで全て任せていたら今とは違う未来が待っていたのかもしれない。そう思うと僕は残念でならなかった。この先どこかの国に協力を仰ぐのなら、どうか日本を選んでほしい。僕は心からそう祈り続けていたよ。しかしそんな祈りも虚しく、2019年、カリフォルニア州知事がカリフォルニア高速鉄道の計画撤回を表明したのだ。僕はこのニュースを聞いてショックが隠せなかった。撤回という言葉を直接表明されたことはなかったから、なかなか工事が進まなくてもいつかはいつかはと信じ続けてきた。だけどその夢が絶たれるなんて、結局一切やめるというよりは保留のような感じだったけど、正直もう僕が生きているうちに実現するとは思えなくなっていた。まだ子供だった10年以上前からずっとずっと夢を見続けてきたけど、叶うか叶わないか、そんなことに一喜一憂するくらいならいっそ諦めてしまいたい、そんな風にも思った。このニュースに落胆したのは僕だけじゃないはずだ。もっとも望んではいるけどとっくに諦めているなんて人もいると思うけど、だけどそんな僕たちに希望を与えてくれたのはそう日本だった。2020年に大統領が変わったのをきっかけに、カリフォルニア高速鉄道の計画が再び考えられるようになったんだ。その時日本は重要な列車制御システムの受注を受けてくれた。今までも日本企業はこの計画に携わることを考えてくれていたようだけど、正直計画が不安定すぎて一歩踏み出せなかったという。あの素晴らしい新幹線を作っている日本がこの計画に携わってくれるとは。カリフォルニア高速鉄道を待ち望んでいる僕たちとしては本当に希望の星としか言えないよ。今の計画では2033年以降に完成するとのことだけど、正直今まで散々裏切られてきた僕はあまり当てにしていない。だけど日本が関わってくれているという唯一の希望が僕に期待を残してくれているんだ。もちろん初めから日本を選んでいたらよかったのにとは今でも思ってしまうけど、でも途中からでも日本の力を借りる決断をしてくれて、アメリカの関係者にも感謝をしないといけないね。近い将来カリフォルニア高速鉄道が実現すれば、今までのことは笑い話にできる気がする。だから今度こそ僕の夢を叶えてくれますように。アメリカはお金もあるだろうに、なんで初め中国を選んだんだろうね。
日本と仲がいいはずなのに。私の国に高速鉄道が走るなら絶対に日本の新幹線がいいわ。信頼性、安全面、快適さ、ダントツで一番だもん。国内の移動で9時間ってかなり大変だね。アメリカは広いからもっと鉄道が発達してもいいと思う。新幹線に限らず日本に任せておけば失敗はないんだよ。なのにどうしてみんな同じ間違いをするんだろう。中国は信頼性を失う天才だよね。納期を守った試しなんてないじゃないか。多くの人が待ち望んでる高速鉄道が早く完成するといいね。子供の時に聞いたニュースが大人になってから完成するって、それはそれでロマンチックかも。日本の高速鉄道が高いのは移動費だけでなく快適費用、正確費用なんかも含まれていそうだよね。あんなに素晴らしい新幹線にいつでも乗れる日本人が羨ましすぎる。まあそれを作ってるのも日本人なんだけど。新幹線や高速鉄道は線路から駅、車両などたくさんのものを作らなければならないので膨大な時間がかかります。しかも人間の命を乗せるので、ただ作るのではなく安全なものにしなければなりません。そのため子どもが大人になるくらいの期間を要するのは仕方のないことだと言えます。ただそれが当初の予定から大幅に遅れてしまうと、現地の人の期待を裏切りますし、支障をきたす恐れもあるでしょう。すべて正確にというのは難しいかもしれませんが、信頼を得られる程度には約束を守れるといいですね。カリフォルニア高速鉄道が一日も早く運行開始することを私たちも願っていましょう。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。高速鉄道の整備には高い技術が求められるため、一から開発するのは容易ではありません。そのため発展途上国や新興国には他国からの支援が必要不可欠です。しかし高品質高価格の日本の新幹線や高速鉄道は財力の乏しい国からは敬遠されがち。一方中国は高品質低価格を謳い、世界屈指の鉄道輸出国になっています。しかし徐々にそのメッキは剥がれ、日本の高速鉄道を求める動きが世界に広がりつつあります。今回は海外メディアの記事を通して、日本の高速鉄道の凄さを見ていきましょう。まずは、世界的ニュースチャンネル CNN の日本の新幹線は鉄道の旅をどのように変えたのかという記事をもとに、日本の新幹線が世界の高速鉄道に与えた影響を紹介します。新幹線が開業したのは1964年10月1日。青と白の流線形の車両が東京駅から新大阪に向けて新設された線路の上を軽やかに走り抜けました。同年に開催された東京五輪とともに、日本の新幹線の開業は世界的にも広く報道されました。新幹線は日本にとって第二次世界大戦後の辛い状況から復活し、再び国際社会に返り咲いたことを示すシンボルのような存在だったのです。そして現代でも新幹線が日本の技術力を象徴する存在であることは変わりません。新幹線に限らず、鉄道技術全般において
日本は世界をリードしています。首都高鉄道の発展により、人や物の輸送方法が大きく変わったのは言うまでもありません。新幹線は復興の象徴でもあり、同時にその復興をさらに後押しして、経済的な発展を促すためにも必要なツールだったのです。とはいえ、高速鉄道の普及は容易なことではありませんでした。日本は地形が複雑な上、気候もバラバラ。北海道の冬と沖縄の夏、そのどちらにも耐えうる力が求められました。最も厄介なのは、頻発する地震です。日本が地震大国なのは、皆さんもご存知の通り。地質学的に不安定な場所にあり、地震や津波の被害も多いです。さらに、世界の火山の約1割が集まる火山大国でもあります。このように、様々な事情が、日本における高速鉄道の普及を難しくしていました。しかしこの困難を一つ一つ乗り越え、限界を押し上げていくことで、日本の鉄道技術は発展してきたのです。特に問題を発見し、その解決法を考えるという点では、日本の技術者は世界でもトップクラスだと言われています。実際こうした事情にもかかわらず、新幹線はその歴史において、乗客の中から一人も死者を出していません。鉄道と地域社会との共栄にも日本は力を入れています。新幹線は確かに素晴らしい乗り物ですが、その騒音や振動は沿線住民にとって生活に支障をきたす公害です。例えば、列車がトンネルを高速で通過すると圧縮された空気によって騒音や揺れが発生します。日本では厳密なダイヤ管理により、数分おきに電車が行き来するわけですから、近隣住民の苦痛は想像以上です。そこで注目を集めているのが、次世代新幹線、αX です。走行試験では、時速約 400km を達成しており、実際の営業時の最高時速も 360km を超えると言われています。世界最速の座に、最も近い新幹線と言えるでしょう。αX の大きな特徴は、車両の先端部分である鼻が異常に長いことです。思わず、長すぎじゃない?と思ってしまうほど、シャープなシルエットになっています。実はこの長い鼻、速度アップよりも騒音抑制を考えデザインされているそう。鼻の長さが違う車両を走らせ、より騒音を抑えられる長さが選ばれました。単にスピードを追求するだけではなく、周辺住民の生活も考慮していることが、日本の新幹線が長く愛されている理由だと言えるでしょう。そんな新幹線は、他国の高速鉄道にも大きな影響を与えました。というのも、新幹線が開業した1960年代、欧米では、鉄道は時代遅れ、投資するなら、航空機という考えが主流に。莫大な予算をかけて新幹線を整備した日本はバカを見るだろうと思われていたのです。しかしいざ新幹線を運用してみると、その利便性は素晴らしく、場所によっては飛行機よりも早く到着できることもありました。世界の予想を裏切り、日本は鉄道が最速の移動手段だと証明したのです。これを受けて他国も、新たな高速鉄道の整備に踏み出しました。その代表的な例がフランスです。フランスは1981年以降、パリ・リヨン間で高速鉄道 TGV を運営しています。この TGV は歴史的にも大きな成功を収めており、大都市間の長距離の移動時間を大幅に短縮しただけでなく、輸送人員も増やしました。高速鉄道を使った移動を手頃な価格で提供し、通勤・通学などの日常生活においても利用できる交通手段にしたことで、フランス人の生活に大きな変化をもたらしたのです。他にも、イタリア、ドイツ、台湾、サウジアラビアなどの多くの国が主要都市間を結ぶ列車を運営しています。国内線や国際線の旅客機にも見事張り合い、乗客の奪い合いも起こっているそうです。そんな中、ここ数年凄まじい勢いで活動の場を広げているのが中国です。
中国は大きな経済力を武器に一帯一路政策を進めており、中国本土からヨーロッパまで巨大な鉄道網を作ろうとしています。中国の鉄道網の全長は約29,000km に及び、これは全世界の鉄道網の3分の2に相当するほど。当然ながら乗客数も日本を大幅に上回ります。中国は当初、日本や欧米から輸入した技術を使っていました。しかしその後は独自の技術を発展させ、短期間のうちに鉄道大国まで上り詰めたのです。海外輸出にも積極的で、主にアジア諸国やアフリカなどの途上国から高速鉄道の受注を受けています。しかし対照的に欧州への進出はあまりうまくいっていません。ヨーロッパ諸国が比較的鉄道先進国ということもあり、他国の鉄道を買うメリットがそこまでなかったのです。そんな中、スペインで運行予定の高速鉄道は、イタリアの運行会社を通じて、日本の日立製作所がカナダのボンバルディアとの共同で請け負うことが、2020年8月12日に発表されました。受注総額は998億円で、このうち日立の受注額は、約600億円。ヨーロッパの大きなプロジェクトを日本が受注したことは中国に衝撃を与えました。ある中国メディアはこの一件を取り上げ、スペインが日本に高速鉄道車両を発注した理由について分析する記事を掲載しています。記事ではまず中国の高速鉄道の強みとして、1. 様々な地形環境での建設経験と能力。 2.独立した技術基準の高速鉄道技術システム。3. 建設コストの安さの3点を紹介。その上で、なぜ中国ではなく日本が選ばれたのか、次のように解説しています。まず一つ目の理由は、今回の発注が再発注であることです。実は2015年に、すでに日立製作所とボンバルディアは、今回納入する車両と同じものを50編成納品済み、営業最高時速 360km というスピードと振動や騒音を抑えた快適性、Wi-Fi 設備などから評価も高く、2019年にはさらに14編成の追加注文もありました。そのため、今回再発注に至ったのも当然の流れというわけですね。二つ目の理由は、日中の高速鉄道産業は分業していること。高速鉄道の輸出において、中国はインフラ整備も含めた鉄道建設全般を得意としているのに対して、日本は車両の輸出を主に行っています。そのため、受注を争うライバルではなく、見事に分業していると中国は考えているようです。つまり、一切鉄道のない途上国には中国が、すでに鉄道が普及している国には日本が適しているということでしょうか。今後は建設計画のうち、線路の整備などを中国が、車両を日本が受注するなどのコラボの可能性も示唆されていました。この記事では、スペインが日本を選んだことに、中国はそれほど危機感を募らせているようには見えません。身近なアジア諸国からの受注をしっかり抑えている以上、日本はそれほど強力なライバルではないと考えているのかもしれませんね。しかし、中国の海外輸出の実態は、それほど楽観視できるものではないのです。例えば、2015年、インドネシアのジャカルタ・バンドン間を結ぶ高速鉄道案件で、中国は日本に競り勝ちました。ところが、受注するまでは良かったものの、土地収用の遅れなど、準備に時間を要し、建設の進みは順調とは言えません。新型コロナウイルス感染症の流行もあり、開業は、当初予定されていた2019年を大幅に過ぎることになりました。高品質、低価格が中国の売りではあったものの、徐々に低品質、低価格なのではないかという認識が広がりつつあります。そんな中国と日本が今受注を争っているのが、イギリスの高速鉄道、ハイスピード2、HS2 です。総工費が当初の予定の約2倍となる、1060億ポンド、約1370億ドルに膨らんだことから、一時は計画の実施自体危ぶまれていました。しかし先を行くフランスやスペインに追いつくため、
イギリスは国を挙げて新たな高速鉄道整備を決意したのです。つまり、絶対に失敗は許されないプロジェクトと言えるでしょう。工事は第1期と第2期に分けられており、第1期工事ではロンドン、バーミンガム間に線路を建設し、2028から2031年の完成を目指しています。第2期工事で残りのバーミンガムからマンチェスターおよびリーズ間を建設し、こちらは2035年から2040年に完成予定です。このイギリスの高速鉄道計画には、日本企業から日立レールとカナダのボンバルディアの共同体、日立連合が応札しています。他には、ドイツのシーメンスやフランスのアルストムなども入札に参加。もちろん中国も受注に積極的で、これまでと同様、低価格を売りにしています。予算を大幅に削減すると宣言し、費用の8割を融資するなどの好条件を出しているそうです。しかも工期も早く、なんと完成までのめどはたったの5年。さらに時速も 420km という世界最速レベルまで引き上げると豪語しています。早期開業を狙うイギリスとしては嬉しいはずですが、どうしても本当にできるの?と感じてしまいますよね。さらに現地のネットユーザーからも懐疑的な声が上がっています。安価で安い、だけど粗悪な中国の方法は徐々に海外では通用しなくなってきているのではないか。中国内でさえそう思う人が増えてきているようです。イギリスの高速鉄道はかなりの大型案件ですから、どの国が受注を獲得するのかは非常に気になります。私たちとしてはやはり日本勢に頑張ってもらいたいところですね。日本は別世界で、日本人の思考は独特なんだ。俺たちは謙虚になって日本から学ぶべきなんだよ。かつてはフランスが世界最速だったけど、今やその差は非常に大きくなっている。日本の高速鉄道は技術的に優れているだけじゃなくて、めちゃくちゃ清潔ってことも忘れちゃいけない。なんといっても乗客が日本人だからな。しかも常に時間通りに到着するなんて素晴らしいね。日本以外にも創造的で革新的な精神と頭脳を持つ人はいる。だけど政府は彼らに才能を有効利用する手段を与えないんだ。中国がアジア最強なんていうのは中国人だけだよ。一体何人の死傷者が出ているのか。安全性もスピードも日本の新幹線には遠く及ばない。日本の新幹線も世界的に見れば非常に高速で走行しますが、それを上回るのがリニアです。現在建設中のリニア中央新幹線は走行試験において時速 603km を記録。実際の営業時も時速 500km で走行すると言われています。一方中国も時速 600km リニアを完成させたと主張しているようですが、実際はまだまだ試験段階のようです。何かと事故の多い中国で作られた時速 600km のリニアに乗りたいかと言われると、正直少し怖いですよね。高速リニアの誕生を素直に喜べるのは、日本がこれまで築き上げてきた信頼があるからこそだと思います。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。また、よかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは、次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。高速鉄道計画の受注においてインドネシアが中国と結託し日本を裏切ったというのは、国際情勢に詳しい人の中ではもはや有名な話です。2015年当時からずさんな書類提出や工事の遅延など
嫌な話題がつきませんでしたが、2021年12月には高架の支柱の倒壊事故が発生。死傷者はいなかったものの、インドネシア高速鉄道はますます不安の募る展開になってきました。今回は中国の高速鉄道輸出の悲惨な状況について見ていきましょう。中国の高速鉄道は2008年の開業以来、ほんの10年余りの間に全国に高速鉄道網を張り巡らせました。その範囲は国内にとどまらず、世界各国で次々に高速鉄道計画を受注。ところが近年ではアメリカからのキャンセルが決定し、他の国でも同様の動きが見られるなど、ネガティブな話題が増えてきました。米中タッグということで注目を浴びたラスベガスとロサンゼルスを結ぶ高速鉄道の計画も2016年に頓挫しています。9月からの着工を目前とした6月に突然、アメリカのエクスプレスウエスト社が中国鉄路総工士との合弁解消を発表したのです。エクスプレスウエスト社は計画中止の理由として、中国企業がやるべきことを時間通りにできていないと中国側の非を明確に指摘しています。この中止は当事者の中国側でさえ寝耳に水のことだったようです。そのため中国側は無責任で契約違反だと批判していますが、逆に突然の中止を言い渡されるほど中国側はひどい態度をとっていたのかと想像してしまいますよね。そもそもこの合弁は習近平主席の訪米前に発表されたもので、米中外交の成果としてアピールするために作られたものだと言われています。そのため実際は実現性に乏しい計画、まさに絵に描いた餅だったのかもしれません。例えばアメリカにはバイ・アメリカン法という規制があり、国内の公共事業ではアメリカ国内で生産された鉄鋼やその他の製品を優先的に使う必要があります。この条件を満たさなければ融資や許可が下りず、従わなければ多額の罰金が課せられる可能性もあるのです。しかし中国としては過剰生産となっている自国の鉄鋼を使ってもらわなくては困ります。さらに2015年当時からすでに中国における車両の故障率の高さが問題になっていました。2015年に発生した列車事故は210件余りで、前年と比べて 16% 増加。車両の故障による事故は 45% も増加し、しかも故障による事故が最も多いのは高速鉄道でした。インドネシアにおける高速鉄道計画です。もともと日本が受注する予定で綿密な調査を進めていたにもかかわらず、中国が横入り。安全性と円借款による低金利の融資などを前面に出していた日本に対して、中国は低コストの建設費用や短い工期をアピールしました。結局財政支出や債務保証を求めないという破格の条件が決め手となり、中国が受注したのです。しかも中国側がインドネシアに提示した計画書は日本が提示したものと全く同じで、金額だけが安くなっていたそう。そのため両国がグルになり、日本案を盗んだ疑惑も持ち上がっています。タイやマレーシアでも事業の遅れや中止が相次いでいるのは、世界各国がこのような中国の嘘に気づきつつあるからなのかもしれません。実際日本を裏切り中国を選んだインドネシアの現状はひどいものです。2021年10月、インドネシアのジョコ大統領は高速鉄道計画の費用膨張を受けて、4兆3000億ルピア、日本円にして約340億円の国費投入を可能にする改正大統領令を公布しました。財政支出や債務保証を求めないという条件が受注の決め手になったにもかかわらず、結局国費を使わざるを得ない状況に陥ってしまったのです。もともと首都ジャカルタと西ジャワ州のバンドン間の高速鉄道では数多くのトンネルを建設しなければならず、一部経路には高架も必要だったことから高コストになるのは予想されていました。しかし想定を上回るコスト超過の原因は大幅な工期の遅れにあります。中国側の書類不備により審査が進まず、着工自体が予定より遅れていました。とはいえこれは中国だけの責任ではありません。工期の遅れには
インドネシア側による建設予定地の土地収用がスムーズに進まなかったことも影響しています。結局2019年完工のはずがコロナ禍の影響もあり2022年末までずれ込みました。工期が遅れると当然建設費や人件費などのコストも膨れ上がります。当初の総事業費は約86兆2600億ルピアとの見積もりだったにもかかわらず、現時点では約113兆2500億ルピアにまで増加しました。それなら最初から日本に頼めばよかったのにと思わざるを得ない展開ですよね。しかも2021年12月には中国が主導して建設が進む高速鉄道の工事現場で高架の支柱の倒壊事故が起きたことが分かりました。このような事故は中国では珍しくありません。工事現場に限らずマンションなどの建築物が地震もないのに突然崩壊するといった普通ではありえないような事故がたびたび起きてきました。同じく2021年12月には中国内でも高速鉄道絡みの事故が起きています。安徽省阜陽市にある阜陽西駅で高速鉄道の駅建物と駐車場とをつなぐ渡り廊下の片側が突然落下したのです。恐ろしいのは事故が起こったのは老朽化した駅などではなく2年前に作られた真新しい駅だったということ。しかもこの駅は安徽省では2番目に大きな駅です。朝6時という時間帯もあってか死者は出なかったものの、一歩間違えば大惨事になっていたかもしれません。事故原因はまだ不明のようですが、わずか2年でこのような事故が起こるのは中国製の質の低さを感じてしまいますよね。日本を裏切った経緯から中国を選んで苦労しているインドネシアには自業自得との声も多いです。しかしインドネシアの人々も中国製を歓迎しているわけではありません。アメリカのエクスプレスウエスト社が中国鉄路総工士との合弁解消を発表した時にはインドネシア鉄道関係者は次のように感想を述べています。アメリカは大国で中国と対等に渡り合え早期に中止を決定できて羨ましい。ジャカルタの地下鉄工事を建設中の日本は謙虚な態度です。中国のように鉄道技術の自慢話はせずに着実に成果を上げてくれており感心させられることが多いのです。しかし中国は机上の空論的な調子のいい話が多く戸惑わされます。国費を投資してもなお中国主導の計画を進めようとするジョコ大統領には国内からも批判の声が上がっています。日本人としてはついいい気味だなんて思ってしまいますが、罪のないインドネシアの人々が苦しめられているのにはさすがに同情しますね。一方の中国に反省の色は見えません。2021年12月17日、ある中国メディアが中国高速鉄道がいかに素晴らしいか自賛する記事を掲載しました。記事ではまず、高速鉄道の歴史は日本、ドイツ、フランスによって切り開かれましたが、その後中国が見事な追い上げを見せたと主張。技術的な格差を乗り越え、今では営業距離でも技術でも世界の高速鉄道をリードする存在になっていると述べています。そしてお金を積んで高速鉄道を作っている、技術は日独物に依存しているなどの中国への批判は全て海外からの嫉妬に過ぎないと説明しているのです。記事は確かに開発初期には海外から高速鉄道技術を学んだものの今ではほとんど国産化していると説明。最新の高速鉄道復興号の国産化率は 95% 以上に達しているとし、残りの 5% も国内生産できるだけの技術はすでに持っていると主張しています。ただいくら国産化が進んでもその質が悪ければ意味がありませんよね。どうやらインドネシアの悲鳴は中国の耳には入っていないようです。中国高速鉄道に関する良いニュースといえば2021年12月3日に開通したラオス高速鉄道が挙げられます。しかし無事開通したとはいえ採算性の低さと債務負担の増大という課題から素直に喜べないのが現状です。陸の孤島からの脱却を目指すラオスと
巨大経済圏構想、一帯一路の東南アジア展開を狙う中国、ラオスと中国雲南省昆明を直結する総延長約 1000km の国際鉄道はどちらにとってもメリットのある計画のはずでした。しかし実際の資金と技術の大半は中国頼みです。せっかく開通したものの、当面は新型コロナウイルス対策として国境越えの乗り入れはなく、国内を1日2往復するのみ。そのため期待していた中国人客の大量利用が見込めないことから、黒字化は非常に難しいと予測されます。他の途上国ではすでに中国の融資で建設したインフラが不生産のため債務返済できず、中国の手に渡る例が相次いでいます。いわゆる債務の罠問題で、ラオスも次の被害者になる恐れが出てきました。高速鉄道の総事業費はラオスの国内総生産 GDP の約3割にあたる約60億ドル約6800億円と膨大です。事業会社として中国・ラオス双方が出資する特別目的会社が中国側の融資を受ける形のため、ラオス政府高官は国営紙への寄稿で政府の直接債務は少ないと強調しているものの、一方で直接の鉄道収益は低いと認め、事業会社に過半支出する中国政府が危機に陥らせないはずだと中国を当てにする姿勢を示しています。昨年、国債が投機的ランクに格下げされ、すでに債務返済に苦しんでいるラオス。外交筋は、鉄道はもう中国のインフラになっていると言っていいと漏らしているそうです。結局のところ、中国の高速鉄道輸出は中国のためでしかありません。採算性に乏しい小国ラオスとの鉄道建設に踏み切った背景には軍事的なメリットがあります。中国にとってアメリカ海軍が強い影響力を持つマラッカ海峡などを使わず、インド太平洋から中国へ資源や物資を運び込めるようにするのが理想です。そのため以前から中国からラオス、タイ、マレーシア、シンガポールを鉄道で結ぶ構想を習主席が提唱する一帯一路の一つとして打ち出していました。鉄道さえできてしまえば、ラオスの財政がどうなっても関係ないというのが中国の本音だと言えるでしょう。現時点ではラオス高速鉄道の問題点はまだ顕在化していません。中国も誇らしげに自らの功績をアピールしています。しかし、あの中国が作った鉄道ですから、数年後どうなっているか分かりません。今はただ現地の人々に被害が出ないことを祈るばかりです。インドネシアは絶対に日本を頼るな。日本が時間をかけて行った調査のデータを中国に横流しして日本を追い出したんだから、せめて大統領が変わるまでインドネシアに近づいてはいけない。アジアは地震が多いんだから、中国の設備では無理だよ。まさに安物買いの銭失いだね。運行が開始しても怖くて乗れないよ。値段が安いだけの中国と値段は高いけど安心な日本、どちらを選ぶべきかなんて明白だ。特に人の命を預かる乗り物ではね。中国製鉄道で起こる事故は全て人災と言っていいだろう。日本と契約して予定通りに工事が進んでいれば、インドネシアの高速鉄道は2021年には完成していたと聞いたよ。もちろんコロナの影響もあるとは思うけど、結果的に日本に頼んだ方が安く済んだかもね。高速鉄道計画で反省したかと思いきや、インドネシア政府は現在、電気自動車構想でも同じ鉄を踏みかねない状況となっています。電気自動車の生産販売については、当初インドネシア政府から日本側に打診がありました。しかし価格や充電スタンド整備と維持の難しさ、停電が多いという電気事情から、日本側がハイブリッド車の導入を優先するよう提案すると、態度が表変。政府幹部からは、日本は技術植民地主義だと批判の声が上がり、これを受けて大統領も中国主導で計画を進める姿勢を明らかにしました。インドネシアのためを思うからこその日本の提案を蹴り、
またしても目先の利益を掲げる中国を選んだのです。インドネシアの中国依存はもはや引き返せないところまで来ているのかもしれませんね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。多くの中国人は自国の高速鉄道に対して並々ならぬ自信を持っています。中国の新四大発明の一つに含め何かと新幹線をライバル視しているのです。一方海外への輸出プロジェクトは惨憺たるもの。胸を張って誇れる実績はなく、特にインドネシアの進捗状況は深刻です。インドネシアは日本を裏切り中国を選んだにもかかわらず、あまりの工期の遅れから再び日本を頼る案も持ち上がっています。今回は世界からキャンセルが相次ぐ中国の高速鉄道について見ていきましょう。日本が競合の末に敗れたインドネシアをはじめ、中国は世界各国で破格の条件を提示し、次々と高速鉄道計画の受注に成功しました。しかし近年キャンセルや延期が相次ぎ、その進展は順調とは言えません。その大きな例が2016年の米中高速鉄道計画の頓挫です。2015年9月、ネバダ州ラスベガスに本拠を置くエクスプレスウエスト社と中国国営鉄道企業の米国子会社である中国鉄路国際 CRI の間でラスベガス・ロサンゼルス間の高速鉄道建設に関する契約が結ばれました。この高速鉄道計画は習近平主席の訪米に合わせて策定されたものです。中国にとって大国アメリカに自国の技術力や外交力をアピールする絶好の機会でした。ところが2016年6月にこの計画は突然白紙に。エクスプレスウエスト社が契約破棄の理由として挙げたのは、連邦政府による認可を取得するのが困難なこと、中国側が期日通りに計画を進めることに支障をきたしていることの2点です。契約破棄は中国側としても寝耳に水のようで、中国政府は猛反発しました。しかし9月の着工を目前とした時期に突然中止を発表するのは相当の事情があったと考えられますよね。アメリカの求めるクオリティを中国が実現できなかった以上、契約破棄はやむを得ないものだと言えるでしょう。一方2021年現在アメリカで進んでいるのがテキサス高速鉄道です。テキサス州の最大都市ヒューストンと経済金融中枢都市ダラスの間を結ぶこの計画には、日本の新幹線方式が採用されました。この2大都市間の 380km を90分で結ぶ計画では、 JR 東海が技術支援を行い、新型新幹線N700S をアメリカ仕様に改良。アメリカの銃社会を考慮して運転台の窓ガラス、防火対策、異常時の脱出・侵入窓、脱出経路の表示、身体障害者対応設備などの変更が行われる予定です。しかし車両以外では日本の新幹線システムが全面的に採用されることになりました。日本とアメリカの間では安全基準も異なるので交渉は難航しましたが、新幹線の安全性が高く評価された結果です。中国の高速鉄道とは対照的に、アメリカが日本の新幹線に強い信頼を寄せているのが分かりますよね。欧米ではなかなか制約を取れない中国が乗り出したのが新興国マーケットです。
低予算や短い工期を餌にアフリカやアジアで次々に計画を受注しました。しかしそちらもうまくいっているとは言えません。代表的な例がインドネシアです。インドネシアの首都ジャカルタとバンドンの間を結ぶ高速鉄道は日本の新幹線方式での導入が確実視されていました。ところが財政負担ゼロの誘惑により結局中国が受注を獲得したのです。しかも中国側が提出した調査資料は日本企業の資料をほぼ丸パクリしたものでした。つまりインドネシアが中国に資料を横流しして日本の計画だけを横領した疑いがあります。しかし当然ながら日本の計画書は日本の建設技術を前提としています。そのため中国が動き始めると様々な問題が噴出しました。例えば書類不備といっても中国のミスは桁違いです。中国側が運輸省に提出した書類には公用語のインドネシア語や英語以外に中国語表記のものがいくつも含まれており、現地の担当官が読めず審査が進まないという信じられない出来事がありました。しかも環境に一切配慮しない中国の工事はトラブルの火種になってばかり。水質汚染、大気汚染、洪水などを招き、ジャカルタの南に位置するボゴール郊外の地域では自宅の壁に亀裂が生じたなどの訴訟騒ぎが起きています。このような問題続きの中国高速鉄道には安かろう悪かろう、安物買いの銭失いなどの声が絶えません。しかしインドネシアでは唯一の魅力といえる安ささえ失われつつあります。当初ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道は2019年に完成する予定でした。しかし土地収用の難航や中国のずさんな工事、さらに新型コロナウイルス流行の影響を受けて2022年まで先送りに。工期の遅れに伴い建設費用も年々膨張の一途をたどり、ついに2021年10月、インドネシアのジョコ大統領が4兆3000億ルピア、日本円にして約340億円の国費投入を決定しました。現時点では2022年完成予定ですが2024年まで伸びると見るメディアもあります。その場合インドネシアの財政負担はより大きなものになるでしょう。何度も完成予定が延期される事態を深刻に受け止めたインドネシアで浮かんだのが日本への支援要請です。2020年6月、ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道計画について日本が参加した上での延伸を計画していると明らかになりました。実は同じインドネシア内のジャカルタと第二の都市スラバヤ間の鉄道を準高速化する計画については2019年に日本が受注しています。インドネシアは日本が進めるジャカルタスラバヤ間の計画と一体化させることでなんとかジャカルタバンドン間も完成に持っていこうとしているようです。ただし実際にはまだインドネシアからの提案や要請はなく、あくまでインドネシア側がそう思っているだけ。準高速化計画で想定されている線路は軌道の幅が狭いことから、幅が広い高速鉄道との一体化は技術的に困難との見方もすでに出ています。それに一度裏切られた日本としては中国との共同作業には少し気が進みませんよね。もはや後戻りできないインドネシアに比べれば中止やキャンセルができた国はまだラッキーだと言えます。2016年3月末にはタイが自国の高速鉄道計画を中国から借款を受けずに自己資金で行う意向を発表しました。一部区間の工事は自国企業が行い、資金調達のめどが立たない残りの区間については延期に。事実上の合意白紙化です。中南米では2009年にベネズエラで中国主導の高速鉄道計画が発表されました。
しかし石油価格下落でベネズエラが経済危機を迎えると建設現場が放棄され関連工場は廃墟化、金目のものは全て持ち去られる悲惨な状況となっています。そもそも電力不足の深刻なベネズエラでは高速鉄道が完成しても車両を走らせるのが難しいという根本的な問題がありました。いかに中国が自国の利益だけを考え高速鉄道を輸出しているか分かりますよね。工事中に起こる数々の事故も中国のそのような姿勢の表れだと言えるでしょう。2021年12月にはインドネシアの高速鉄道の工事現場で高架の支柱の倒壊事故が起こりました。同様の事例はかつて中国に高速鉄道を受注したケニアでも起こっています。高速鉄道の建設中、ケニアの人々は自虐的にメイドインチャイナだからいつ壊れるかなと笑っていたそう。すると実際に首都ナイロビ郊外で完成したばかりの高架橋がすぐに崩壊したのです。開通前なので大きな事故にはならなかったものの、ケニア中に戦慄が走ったのは言うまでもありません。しかもケニアでも予算オーバーが問題になりました。結局目的地であるモンバサから15km も手前に終着駅を作った上で開通するというなんともお粗末な結果に終わりました。このように数々の失態を演じているにもかかわらず、中国は自分たちの技術に絶対的な自信を持っています。2021年12月にはある中国メディアが中国高速鉄道はなぜ世界一になれたのかと自画自賛する記事を掲載しました。中国の技術に対する批判として多いのが他国の技術を丸パクリしているというものです。しかし記事では当初こそ中国は外国の技術を導入していたものの、現在はその段階から脱却し基幹技術を掌握、車両を国産化できるまでになり、さらには世界最大規模の高速鉄道網をも作り上げたと主張しています。このような快挙を成し遂げられた理由として、高速鉄道の発展が経済成長に与える影響の大きさを認識していたことと解説。建設コストのかかる高速鉄道網を積極的に導入しない西洋諸国に対して、中国は惜しまず投資したことで高速鉄道沿線や周辺地域に大きな経済効果をもたらしたと分析しています。実際中国内で高速鉄道が普及しているのは事実で、 1000km 以内の移動では飛行機より高速鉄道を選択する人が多いそう。飛行機に勝る利便性と運賃の安さで利用客の支持を得て周辺地域のさらなる経済発展に寄与したと述べています。さらに別のメディアは日本の新幹線と中国の高速鉄道の比較動画を配信し、どちらが新発明としてふさわしいかと真っ向勝負を挑んできました。動画ではスピード、乗り心地の良さ、コスト、安全性の4つから両者を比較しています。しかしその内容には非常に偏りがあると言わざるを得ません。まずスピードでは中国高速鉄道の方が上だと主張しています。というのも営業速度では京湖高速鉄道の時速 350km が日本の新幹線の時速 320km を上回るからです。しかし新幹線は安全性も踏まえて速度を抑えている点を忘れてはいけません。乗り心地の良さでは車内で立てたコインが走行中でも倒れない中国高速鉄道の方が安定感に優れていると主張しています。しかし日本の新幹線でも同様の検証はされており、少しネットで調べればコインやタバコを立てた画像や動画がすぐに出てくるでしょう。さらに動画は運賃の安さ、つまりコストも中国高速鉄道の魅力だとしていますが、物価を考えれば中国人にとって決して安いわけではありません。しかもその上でほとんどの路線が赤字です。中国の高速鉄道経営が成功しているとは言えません。日本人として許せないのは最後の安全性についてです。
動画は新幹線が何度も事故を起こしているのに対し、中国高速鉄道は一度も事故を起こしていないと断言。どうやら中国では世界を震撼させた死者40人の温州市衝突脱線事故のことはなかったことになっているようです。しかも新幹線が営業以来、乗客が死亡する列車事故を起こしていない点は完全に無視していますよね。動画は最後に、中国高速鉄道はあらゆる点で新幹線を上回っており、新幹線が唯一誇れるのは世界初だけだと締めくくっています。なぜ中国の人々は問題だらけの高速鉄道を自慢できるのか不思議でしたが、このような誤った報道がされているなら無理もありません。インフラ整備で動くお金や人の量は膨大で、国の将来を大きく左右します。そんな一大プロジェクトを嘘だらけの中国に任せていいのか、答えは考えるまでもありませんよね。相手国のためにも、高くても安全で信頼できる日本の新幹線方式がより広く導入されるのを祈っています。ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道の時も日本人と仕事がしたかった。日本はインドネシアに雇用も生み出してくれるし、日本の高速鉄道の高い性能は世界中の人たちが知っている。日本製が来るならすでに成功が約束されているようなものじゃないか。たとえお金がかかるとしてもそれだけの価値がある。インドネシア政府は二度と日本を裏切るような真似はするなよ。各国の鉄道にはそれぞれいいところがあるから、どこが一番ってのは決めにくいけど、日本の新幹線の安全性と遅延の少なさは誇りに思うわ。日本人は真面目で働き者が多いし、とても信頼できる。中国はアジア最強なんて思っているのは中国人だけだよ。所詮他国から買った技術を転用してるだけ。最後に少し出てきた浙江省温州市の高速鉄道事故について少し紹介します。地名や事故の名称よりも事故車両が解体され穴埋めされている様子の方がピンとくる人もいるかもしれません。本来なら被害者救出に全力を尽くし、その後再発防止に向けた原因究明を行うべきところ、その全てを埋めてしまったというのだから驚きです。関連報道の規制も強く、10年経った今でも中国内のメディアは事故に言及できないんだとか。現在の事故現場付近にはマンションが立ち並び、悲惨な状況の面影はありません。インドネシアでも財政負担ゼロの条件が消えたように、過去の発言や事故をなかったことにするのはもはや中国のお家芸と言えるでしょう。今後も中国に受注する国はその点をしっかり認識しておかなければなりませんね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。